高知市春野町のレオにやってきました。今日はここでランチです。このチャンネルでは仁淀川関係の動画、さらには日本各地のおすすめの場所の動画を公開しています。よかったらいいねボタン、さらにはチャンネル登録よろしくお願いします。では行きます。白身魚のフライ。私白身魚。こんにちは。おろしチキンです。で、ご飯は。ご飯は白ご飯。はい。はい、こんな感じです。ここは自分でメニューに記載をして提出するという、一人でやってますからね。ランチ来ました。はい、チキンにしました。で、付け合わせですね。これ、今日のご飯そうだね、まあいいけど、白米ってまだしたんだけど、うん、ここがよくある、はい。まあ、そんなことを気にしていてはいけない。言葉ありません。いやいや、香ばしく上がってて大根おろしとよく合います。新鮮な、おそらく春野さんだと思うんですけど、野菜と大根おろしとよく合って、すごい香ばしい中に野菜のフレッシュさを感じて、なかなかヘルシーに感じました。笑わなければよかったんですけど自分で笑ってしまっております。コーヒー頼みました。で、サービスケーキ。これは洋梨のタルト。洋梨のタルト。これはガナッシュです。おじいさん大好きなチョコレートケーキ。チョコです。はい、ではいただきます。チョコがすごく効いてます。新川川御公園の駐車場にやってきました。ここから歩いていきます。お好きにどうぞ。新川川。そっち行く？はい、じゃあこっち行くそうなので渡ります。タンポポ。ビニールハウスの中を歩いて行ってます。レモンがなってました。丸メロではないな、通行止めになってたので戻ります。戻りますではないですね、迂回します。
新川川の切り通しにやってきました。ここを通って設計寺の方に続いてるんですよね。これがとても狭くなってます。ここが切り通しの場所ですね。あそこに席もありますね。あ、そうそう、野中健山ですね。ここに石碑がありました。長浜川の切り抜き、土佐藩の奉行職の野中健山は現在の春野町一帯の平野を考えし、浦田湾と結んで水運の便宜を図るため新川川の開削を計画ということで、5年をかけて完成させたということです。蒲田神社まで歩いてきました。参拝します。はい、地主神社到着です。イチョウの葉っぱ落ちちゃってますね。では参拝します。道中に自動販売機があって、なんと50円でした。100円のはよくあるんですが、50円すごいですよね。コーラゼロとかクリームソーダとか50円ですよ。でコカ・コーラも90円ですもんね。安いよねこれ。ホワイトクリームソーダ買おうとしたら売り切れでした。じゃあメロンクリームソーダにしよう。はい、50円で本当に出てきました。旧河川新川川、新川川沿いに歩いてきて、これをくぐったところに設計寺があります。はい、設計寺やってきました。え、参道こっちって書いてるよ。あ、そっちからも行けるのね。はい、さっきの道をずっと来たら旗神社にやってきました。そうですね、この道を通るとこっち側に出てくると、先にこの神社の方を参りします。長宗我部の菩提寺じゃない、神社ですね。あ、ここにアニメキャラになっておりますね。はい、では参拝します。はい、参拝を終えて次は設計寺の方に向かいます。すぐそこから入れるんですよね。はい、設計室にやってきました。こちらは大師堂ですね。で、こっちが本堂です。あ、お遍路さん来てますね。はい、ご本尊は薬師如来です。では続いて大師堂に参拝します。早速ご神言を間違えるという大それた間違いをしてしまいました。本堂の横、こちらから入ったところに長宗我部野口加工のお墓がありますので行ってみます。はい、紅葉が素晴らしく綺麗ですね。はい、この紅葉の下が長宗我部信親の墓です。はい、へつぎ川、これですね。設計寺の由緒書きです。
四角霊場33番札所では先に進みます。ありがとうございました。川東公園、もはや公園と呼べない荒れ果てた土地になっています。あの滑り台なんか埋もれているじゃないか。若宮八幡宮の参道まで歩いてきました。はい、太平洋まで歩いてきました。春野町まで歩いてきました。あとちょっとですね、新川川公園まで戻ってきました。ここまでで2時間19分 9.36 キロ累積標高差28メートルでした。今日も比較的暑いぐらいの気候でした。それではまた。